今日は主としてサイクリックボルタンメトリー CV について電極から沖合への活物質の濃度分布とそれから溶液抵抗が CV に与える影響といったことを中心に話をします。 電極反応というのは電極表面のみで起こります。で、えー、表面から少し離れた電極近傍での余液内化学反応というふうなものも、えー、CV の形に大きな影響を表すことが多々あるわけです。で、えー それらにはここで挙げたような物質輸送というふうなことが絡んでくるわけです。でこの3つの拡散・栄動対流このうちの栄動と対流についてはできるだけえ 抑抑制する抑えるとでそのために四次元解出の濃度を濃くしてやるそして、えーえー、静止化で行うというふうなことで、えー、拡散だけがあ移動の、まあ、メカニズムになるというふうなことにしておくで。 こうすることによって後々のデータ処理が理論的解析が楽になるというふうなことになるわけです。で物質の拡散というのは濃度の濃い方から薄い方に移動する。 いうふうふなことですでこの辺のことは、えー、頭の中では分かっていても言葉の上では分かっていても、えー、実際に適応するとなると、えー、すぐにまあ、えー、つ,つながってこないというふうなこともあるわけで、えー、よく覚えておいてほしいと思うところです。 でこれは、えー、電極金傍での、まあえー、活物質のとそれから生成物の、えー、濃度プロファイルを模式的に描いたものです。で今 A という物質が還元を受けて B という生成物になるというふうなことを考えますと。 電極の電位がある値になるこういうふうな電極反応が起こる電位に設定されると A はこの場合は還元されてそして生成物 B ができるというふうなことになります。で A の濃度は電極表面で。 非常に少なくなるわけですから沖合電極から見て沖合の活物質 A の濃度がこのように濃度プロファイルを表すと。で一方生成物である B はこういうふうなそれこれとは対照的な濃度分布で。 表面では濃度が一番大きくて次第に沖合に向かって減少していくというふうな濃度プロファイルになるわけですよね。でこれは一次元的な座標で考えるわけでこの電極表面ではこの X 座標はゼロに。合に向かって 数値的には増えていくというふうなことになる。で、この時の電流はどうなるかというと、フィックスの第一法則というふうなことで物質輸送を考えるわけで、この x がゼロ電極の表面での濃度 c の えー、微分勾配にそう当たるわけですがこういうふうなものに比例すると、えー、物質移動の、えー、大きさというのはこういうふうな、えー、濃度勾配に比例するとそして、えー、それにファラデーの法則とか、えー、ファラデー乗数とかそれから電極の表面積それから拡散係数こういうふうなものを 係数としてかけることによって電流に変換された値として表すことはできるこういうふうなことになるわけですでこれはサイクリックボルタンメトリーで表れるいろいろな重要なパラメータ タアを整理したものですでおそらく、えー、皆さんが第一に CV を取って知りたいことは、えー、その対象としている電気化学系のレドックス電位だと思いますで、そのレドックス電位というのはこの CV で電流のピーク酸化方向 還元方向の電位ピークとそれから還元方向それとついになる還元方向のピーク電位これの平均としてこのレドックス電位というのは表すことができる。でこういうふうな還元方向でのピーク電位に対応するのが還元のピーク電流。 あるいは酸化については還元のピーク電流というふうふななことになりますそれからもう一つ非常に重要なのがこのピーク電位の隔たりです。ピーク電位還元のピーク電位とそれから酸化のピーク電位の差。 これが非常に重要なパラメーターになりますピーク電位幅というふうなものですねそれから対象とする酸化還元系の可逆,逆性の程度の目安となるのがこのピーク電流のそれぞれの大きさの比ですこれが 可逆性を表すパラメーターとして重要なものになっていくということになりますで、これらは CV のパターンから大体、えーえー、あらわに見ることができるものですがそれ以外に重要なパラメーターとしてはここに挙げた括弧で挙げたような例えば そのレドックス系の電子移動の速さ電子移動速度乗数それからこういうふうな反応で電解移動だけじゃなくて溶液内の反応があるというふうな場合はその化学反応の平行点数とかその反応の速度乗数これは。 反反応応のフォワード反応それからそれに対してバックワードの反応というふうなそういうふうな反応速度乗数とこういうふうなものも隠れたパラメータとして重要になってくるというふうなことです。で電子移動速度乗数と。 それから CV では電位を時間に対して振ってあるわけですがその電位の相因速度というふうなものの間には相対的な関係があります。で例えば電子移動が速いというふうな場合数値で表すと「 KS が0.1センチメートルパーセックとこういうような程度これは電子移動速度としては速い部類に入る値ですで、こういうふうな場合に相印速度をこういうふうな三種類の値で変えてやったと いうふうな時にシーブはどうなるかというと、こういうふうになります。で、遅いときが一番こう小さくなる。で、これがピーク電位。で、一番早いときがこのシーブとしてはこういうふうに、こちら側からですがこういうふうに大きくなる。で、このピーク電位。 このピーク電位と送引速度が比較的まあコンパラブルなオーダーであるとピーク電位の幅というのはほとんど変わらないとほとんど影響を受けないと。電子移動の電,電子移動数というのが1の場合は ほぼ58ミリボルト室温で5 8ルトぐらいの電位幅になるとでこれが、えー、電,電子移動速度が遅いような場合はどうなるかと。で遅いというのはたいこういうこういうふうな値以下0 0 0 1ーセック以下の電子移動速度乗数になると。 遅い範疇に入る反応になるわけですがそういう場合は同じく送儀速度をこの間で変えるとこんなふうになるで一番遅い0.101ボルトぐらいで送く葬してやるとピーク電位幅はこのくらいになるそれから 1> 1パーセックで送信するとこれくらいになるそれからもっと速くなるとさらにピーク電源幅は離れてこういうふうに大きくなっていくというふうなことになるということです。で送電速度がこういうふうな値で例えば電子移動が速い場合 こういう場合でもこの送儀速度をもっと速くしてやるとこちらの要関係に近くなっていくすなわち例えばこれくらいの電子移動の速い時でも例えば送儀速度が10ボルトあるいは100ボルトあるいはそれよりも1桁上というふうな 速い送院にしてやるとここちらのようなパターンになってくるというふうなことになるわけですですから電子移動速度と送院速度の間には相対的な関係があるんだということになるわけですで一方不可逆系の CV の場合はどうなるかというふうな場合で可逆という言葉には えー、二面的な使い方がありますで一つは電子移動が早いかどうかというふうなこととそれから溶液内反応があって、えー、電,極電極反応の生成物が部分的になくなるかあるいは全くなくなってしまうというふうな、えー、化学反応の物質のまあ えー、生成消滅というふうなことが伴うとそういうような場合の2つの2面的なあの、まあえー、意味合いが入ってくるで例えば、えー、酸化体が還元されて還元体になるでその還元体が例えば溶液中で不安定であるとかあるいは溶液内の物質と反応して他の物質に変わっていくとこういうふうな場合は 科学的に可逆性が悪くなる場合によっては完全な不可逆系になるというふうなことになるわけです。でこういうふうな場合は CV としては一旦こう還元された後それに次となる物質の逆反応が見えなくなるわけですからこういうふうな。 いわゆる負荷逆系の CV になってしまうというふうなことになるわけですここで三つばかり電気化学の基本的な式について話をしておきますで、これはネルンストの式というふうなもので えー、溶液中に含まれている酸化体とそれから還元体のそれぞれの濃度の比とそれからその溶液系の電位ということで電位というのは普通は電極であの、えー、プローブするもんですから電極の電位と言ってもいいわけです。で 特にまあ電極表面の電位ということになるわけですがこういうふうにこれは逆の意味でも使えるわけで例えば電極にある電位をかけてやるそうすると電極表面の濃度がこうなるとこういうふうな電極濃度比がこうなると。 いうふうな関係として捉えることもできるというふうな関係ですそれからもう一つ重要なのがこれはすでにあの話しましたが電極電流とそれからの電極表面での濃度勾配というのが電流を決める式としてあるということです電極表面の濃度勾配が 電流に比例するんだということになり、それからもう一つ重要な式がバトバトラーボルマーの式でこれは電流と電位の関係として使うわけですが、この式の中には濃度の項も入っているということです。濃度の項も入っているというふうなことですね。 でえー、この F というのは,これ,はこれがあの関数なんですが F というのは、えー、NF 分の RT の意味です。こういうふうなああのものなんですがでえー こ,れこの電流をゼロとするということは平行状態の意味なんですが平行状態これをゼロとして平行状態の関係にしますとこの式に還元されるということになります。ですからこのネロンス,ストの式というのは。 本来平行状態での式なわけですがこういうふうな3つの式が電気化学の分野では非常に重要な基礎方程式になるわけです。ここからはしばらく CV の CV 上で電位とそれからその時の電極金棒でのードプロファイルというふうなことを考えていきます。でこれは可逆な CV の場合ですで電子移動速度上数としてはこういうふうなものを考えて相位速度をこういうふうな値をる,そうすると えー、こちらの方にマイナス方向に振ってやると、えー、この反応に従って、えー、オキシダントが酸化、えー、還元されて還元体になるというふうなことでこの CV 上でいくつかの電位のポイントについて濃度勾配がどうなるかというふうなことを考えます。ここういうふういふに電話を振ってあってたこの 点では電位点ではどういうふうな濃度勾配になるかというふうなことがこの図から分かると。でここの値が電極の表面になるわけですねそれから沖合一次元の距離ですが溶液の電極金棒での濃度勾配は濃度分布はこうなっている。 で黒の方があのオキシダントの方でこ,れこちら沖合ではこれはバルクの濃度になる。でレダクタント還元されたものはこういうふうにこれと対になってこういうふうな濃度分布になる。で還元体の方ができた還元体の方は 電極表面でで濃度が一番濃いわけですから最初はゼロだったものがこういうふうな濃度になるわけですから電極表面で濃いわけですから濃度の濃い方から不水方に流れるということで還元体レダクタントについてはこういうふうなところにこっち向きに移動するとそれからオキシダントの方はこれはこちら方向にこちらが濃いわけですから濃い方から こちら電極で還元されてなくなるわけですから薄いわけでこちら方向に移動するとこういうことになります。で先ほどのバトラ・ーボルマーの式から分かるように電で位での電位依存性があるわけですね電流で,で。 で電位が深くななればなるほどで還元で言えばマイナス方向に電,電極電位が深くなっていくと反応速度としては速くなっているつまり反応速度っていうのは電位,電位のエクスポネンシャルの依存性があるというふうなことです。ですから最初は、えー、電位が比較的浅いところでは あの反応速度は遅いわけですがそれが電が深くなってくると反応速度は非常に速くなってくるというふうなことで拡散だけでこう移動しているとそのうち反応速度が速くなりすぎてこをつかなくなるというふうなことでここのいわばここ拡散層と呼,ぶ呼べるものなんですが。 この拡散の厚さが次第に沖合に広がっていくということになります。で、そのことが、あの、次、え、のー、次のスライドでわかると思うんですが、電位がこの、お、ウクライナ対になると、えー。ここのピークを過ぎて、このピークというのは、電位勾配が一番。えー、ある。 状態の時ですねそれからこちらに行くと反応速度が非常に速くなってしまいますから拡散が追いつかなくなったために次第に拡散厚みというふうなもの拡散層の厚さが次第に沖合に広がってそしてそのために濃度勾配が次第に緩やかに傾いていっちゃう。そのために このこのこのように電流は減少していくということになるわけです。先ほどよりもこれは沖合にこの拡散厚みが広伸びているわけですよね。還元速度が大きくなって拡散による供給が追いつかなく追いつかなくなる。でこのピークというのは一番。 この濃度勾配が大きい時であるということになるでピークを過ぎて濃度勾配が減少して電流値も減少していくということになるわけです。でさらに相引が進んできますと折り返し点を過ぎた辺たりではこの拡散厚みがもっと気合に伸びているということになるわけですね。 そして今度は電位はこの逆方向の今度はレダクタンと還元体の方が酸化されるというふうな電位に戻ってくるとこういうふうなここのピークを過ぎてこうなるとどうなるかというと今度こういうふうな濃度プロファイルのピークができてくるということになります。 これはどういうことかというと還元体があるところまでいっぱいこういうふうになる単純なプロファイルだったものがここの還元が非常に速くなるというふうなことになるとできたレダクタントが今度はここで酸化されるためにここの電極表面の濃度が減っちゃうわけですね。急激に減っていくといくととうことは こういうところに濃度プロファイルのピークができるというこことですこうなると今度は拡散移動の方向はどうなるかというとこちらの方が濃度が高いた,ために濃度が大きなところから小さい方に向かうということで還元体は先ほどとは逆にこういうふうな沖合から電極に向かうというふうなことになるわけですね。 で同じく酸化体についても同じようなことでこちらの方が濃度が高くなっているこれはミニマムになっているわけですねですから酸化体はこちらに方向につまり沖合に向かうというふうな方向の反転が起こっているわけですねこういうことになるということです。でさらに電位がプラスの方向に戻ってくると。 どうなるかということですがこういうことになってさらにこのピークの,ークの位置あるいはミニマムの位置が沖合に広がっているとと同時にここのピークの大きさあるいはミニマムの深さこういうようなものが次第に小さくなっていく。 いうことになりますそれでこれが最後の1回目の総員の最後のところですが沖合にさらに遠くなってそれぞれの,この大きさが小さくなっていということになるわけです。で今のことをまとめるとこういうふうな比較のためにこういうふうに3つを 同時に示してますが次第にこう沖合に伸びていくと同時にその大きさも次第に減少していくこういうことになるわけですね。で CV は1回だけで終わらないで繰り返し多数回の送迎を行うというふうなことがよくあるわけですね。そういうい場合に 例えばここで2回目の総印の時に一回目の総印の時はゼロ電流から出発しているんですが今度は参加方向のバックグラウンドが乗っかっているというふうな状態で繰り返すことになるわけですね。でなぜこう参加方向になるかというふうなことですが。 多重のの場合酸化電流のバックグラウンドがあることとに注意とこれはなぜかというとこれは濃度プロファイルを見てみると、えー、分かると思うんですが、えー、最,最終的にここではレダクタントの濃度プロファイルはこういうふうになっていて、えー、還元酸化体の方はこういうような濃度ミニマです 拡散というのは濃度の濃い方から少ない方に向かうわけですからこれが還元体がこちら方向へ行く一方酸化体の方はこちらに向かうというふうなことでそのためにこの還元体の酸化の方が優先になるというふうなことですね。ここういうふういふなことで バックグラウンドが酸化電流になるというふうなことになるわけです。でこういうふうな、えー、おそらく CV のこのパターンだけを見ているとなぜこういうふうな酸化のバックグラウンドになるかということは、えー、考えることがあるんではないかと。えー、ないかも分かんないですがおそらく何回かやっているうちに。 なんでこう酸化のバックグラウンドになるかというふうなことはこういうふうなノードプロファイル電極近傍でのノードプロファイルを考えてやるとおそらく理解できてくるんじゃないかというふうに思います。こういうふういふに還元体のレダクタというふうなこと。 でえー、一歩三課題ではノーミニマムで電極から遠ざかるとそういうようなことがこのバックグラウンドの、えー、偏りを理解するのに役に立つということです。えー、これは、えーえー、もう少し、えー 複雑な CV になるわけですでこういうふうな CV のパターンでクロスがあるとクロスができるとこういうふうなことは CV をしばしば我々遭遇するケースなんですがこういうのはどうしてできるかというふうなことの 話ですでこれは今こういうふうな A という物質が還元されて B になって B が溶液内の反応で C に変わっていくと。でできた C というのは同じく電極活物質であって還元されて D になるというふうな場合。 でしかもこの場合のそれぞれのレドックス電位をこういうふうに考える。で最初の還元のレドックス電位がボルトであると仮定しますで2つ目の電位とレドックス電位はこれよりプラスの方である。 この辺りでこういうふうなできた B が余儀ない反応で C に変わっていくこれは、えー、いろいろなあの場合が可能なわけです。例えば、えー、これ自身の安定性から C に変わっていくと、えー、分解していくという場合ですね。それから 液内反応で、C、に変わるあるいは、えー、その構造が変わる異性体に変わっていくというふうな場合もあるでしょうこういうふうなことは非常にしばしば起こる。でこういうふうなのを EC 過程と呼ぶわけですが電子移動と それに引き続く溶液内反応それからさらに電子移動があるというふうな場合で,でそういうふうな場合のクロスはどうしてできるかというふうな話で,でこれも前のお話と同じようにこういうふうな電位のある点での濃度勾配を考えてあるというふうなことで,でこの点電位での のど勾配というのでこの場合 A から電子移動で B になる B は今赤色ですがこういうふうに B はができるんですが B が C に変わっていきますから C というのができる。ところが C というのはこう還元でレドックス電神が こうプラス2ぐらいであるでこの反応こちらの最初の反応がレドックスにマイナス0.2ボルトとしていますからこの時点こ,うここで B が出てできて B から C になる時点ではこのできた C というのはここではもうすでに還元されるべきの電位になっているわけですねですからこの反応が一気に D になるというふうなことで あのできた緑色の C がデ局表面ではほとんどすぐゼロになるというふうなことで沖合濃度が濃度のピークがもうできちゃってるわけですねこういうふうな状態になってということです。いうことです。ですからあのここの電位この場合は電子移動がここからさらにすぐ移 この電子移動が起こってしまうということで2電子移動に非常に近いということになります。ですからこの場合1電子移動よりも電流ピークの絶対値が大きく見えてくるということになるわけです。でさらに電位が進んでこういうふうなことになってこ,ういうこの時点では、えー B 赤の B ができるんですがえすぐに C に B から C になるで C から D になるというふうなことで D もできてくるわけです D は紫色です。でこの前のスライドでは D はまだ少ないんですがピーク電位を過ぎたあたりでも B と赤と紫 B と D の濃度の 割合こういうような状態ということで,でこれは折り返してこう来るとこれはちょうどクロスの辺りの電位なんですがこういうふうなプロファイルになるということになる。でこの時点では B がの相当量が C に変わっちゃって C の濃度の方が ピーク濃度ピークの方が大きいということです。で C というのはこの時点ではまだレドックス系のこの電位よりも還元側ですからこれは還元されるわけですね。でこれはこちら方向に移動するということです。ですから B が。 酸化されて戻っていくよりも濃度勾配としてはこちらの方がはるかに大きいということで、えー、還元この三赤の B の B が酸化されていく方向の電流よりもこちらの電流の方が優勢になっちゃって、えー、これはあここで還元側の、えー、バックグラウンドになっ ということでででこここにクロスができるんですねこの還元電流はしばらくここで続いてこの D の酸化が始まったところで初めてこちら側に増加していくというふうなことになるわけですそれがこの時点で B がこういうふうなあ ほとんど B はなくなっててこの D の酸化が起こっちゃうここではもう先ほどできていたこの D の酸化電流が起きているというふうなことになるわけですね。で酸化が起きて C ができるから先ほどはまではピークがあったのが。 電極表面での濃度が急激に増えていくこういうふうなことになるわけですそしてこれが1サイクル目の最後ですがこういうふうなことになるというふうなことでこのクロスができる理由というのが C の濃度がここで優勢だったためにこの こちらよりもこの電位よりもこの還元このレドックス系にとって還元側では依然として還元電流が流れるというふうなことのためにクロスにつながるということになるわけです。こういうふうなのもこれは送引速度が0.1ボ,ボルトパーセックで。 先ほどのこの溶域内反応の B から C への反応速度がこれとコンパラブルだったためにこういうふうなクロスができたわけですがこれを CV の送引速度を上げてやるとそうするとこのパターンもがらりと変わってくるということなんですで。倍の速度 1 v ックで挿入してやるとこういうふうにこの CV のパターンがガラッと変わってくるということになるわけです。でこれは濃度勾配から考えてやるとこういうふうに理解できる。これはあの0 1 v ックではクロスする電位の付近なんですがこういうふうに。 赤の方 B の濃度の方が優勢であるこれの濃度勾配の方が優勢であるこちら側のこれの C のが還元されて D になるよりも濃度勾配がこちらの方が大きいわけですね。つまり電位相因速度が速いために B から C の 変化が不十分である0 1ボルトセックだとゆっくり操縦しているわけですから時間が十分あって B から C に変わっていったと,ところがそれよりも10倍操縦速度を速くしてやるとこちらからこちらに行く変化が不十分であって相当量の B が残っているこのためにこれの酸化が優勢になるというふうなことです。 こういうようなことで、相、え、因、ー、速度を変えてやると、えー、その溶液内反応の、えー、反応速度常数なんかとの、えー、大小の兼ね合いによってこういうふうなパターンがガラッと変わってくるということになる。で、これは逆にこのこういうふうなパターンの変化から溶液内反応のお、えー、パラメータのに関する情報が得られる。 いうふうなことを意味しているわけですで。で、えーえー、ここで、えー、C V の上で二、えー、つのもうあの式ですね。先ほど三つの電気化学の重要な式を挙げましたが、ここでは C V 上で二つの重要な関係式を挙げているで、でこれは、えー、ピーク電流値。 でこれはあの可逆系ですが、えー、可逆系の場合にはこういうふうな関係式で与えられる。でここで重要なのは相因速度のルートとそれから拡散係数のルートそれから電子移動移行電子数の n の2分の3乗こういうふうなも,もので関係付けられているということが重要なんです。 でこれをよく使う利用の仕方としては相因速度のルートに対してこのプロットを取ってやってピーク電流のプロットを取ってやってそれが直線関係になる直線関係になるというふうなことでこの K がが 拡散によって支配されているというふうなことの証明になるということです。でこれが例えば相因速度の一時に対してプロットして曲線になるというふうな場合は電極表面で活物質が吸着するというふうなことが絡んでくるというふうなことでそれを区別 するときによく使う関係式です。で、可逆性がある程度落ちてもこういうふうなあの掃引速度のルートとピーク電流の関係っていうのは成り立つんで、そういう場合にも使うことができるということです。それからさあからもうあのこの拡散係数に対してどう変化するかと。 いうふうなことをスライドで示しますので、えーえー、覚えておいてくださいそれから、えー、可逆系のピーク電位幅についてはこういう関係がありありますで移行電位数ので58ミリボルトを割ってやると いうふうふな関係ですねですから例えば N が2という場合はあのピーク電位幅っていうのはミリボルトぐらいになるんです実際は3 0ルトとか3 1ルトとかそういうふうな見え方をすることがありますけれども N が大きくなるとこれは小さくなるというふうなこと。で電流値も大きくなりますし。 それから非常にシャープになるわけですから、そういうようなことで電子移動数があのいくつかというようなことの推定ができるわけですね。で、大体はまあ2ぐらいなんですが、2よりも多くなるということはあまあのあまり多くはないんですけど、こういうような関係式かあるということです。で。 ピーク電流値のと拡散係数のあの関係ですが、こういうふうな拡散係数の値によってピーク電流値が非常に変わるということです。で、こういうふうなあの拡散係数の値っていうのは、これはえだいたいあの高分子でない限りえ普通のサイズのえ分子について。 大体こういうふうな値ですから10のマイナス5乗センチメートル時乗パーセックとそれから 2×10 のマイナス6乗と大体これくらいの範囲 5×10 大体この範囲に入るわけですね。ですからピーク電流値に非常に大きな拡散係数が影響するんだというふうなことは。 覚えておくとといいと思い思ますこういうふうなことですから気をつけてほしいとそれからピー,ク電流値とピーク電流値とピーク電位幅に対するで移行電子数の効果というふうなことでこれは N が1の時と N が2の時はこれくらい違うんですね。 だい,たい倍ぐらい違うんですがこれは実際はこういうふうなことはめった現れないと。でこれはあの溶液抵抗とそれから二重相容量をゼロとしたシミュレーションで普通はこれよりももっとあの比としては小さくなるえせいぜい1.5ぐらいというふうなことになります。 そういうようなことで実際にこの,いやあの実験値を比較するときは溶液抵抗を考慮してそれから二重相容量を考慮した値で考えないといけないということです。それから 実際の C.V. を使うときに見落としがちなことの注意なんですが、未保証溶液抵抗というふうなことを常に考えておくというふうなことが重要です。で、この未保証溶液抵抗というのはあまりあのこなれない日本語なんですが。 アンコン,ペコンペンセーテッドレジスタンス保証できされていないな抵抵抗抗溶液抵抗これのこことなんですねでこれはどういうことかというとこれが作用電極でこれが対極で電流が流れている時は電位というのはこういうふうな形をとっているわけですね。で 三小電極っていうのはこの間に置くわけですが電流が流れていると溶液の大部分でこういうふうな勾配があって、えー、三相電極とそれから対極の間のこの溶液の間の電圧効果というふうなものを含んでいるわけですね。でえー、こ,これ この部分が未補償用液抵抗になるんですがこの未補償用液抵抗と流れている電流の積これがここの電圧差でポテンショルスタットでこの電圧差っていうのは保証できないんですね。ここれを保証することはでできないあくまで リファランスとここの間の電圧差だけをコントロールしているで普通はそれをその電容で設定するわけですがこの部分だけ差し引いた電圧としてかかっているわけですね。ですから実際は 溶液抵抗が非常に広い場合はこの CV のところでここのピーク電位っていうのはこの部分だけ上乗せしてかかってきちゃうわけですね。作用電極 W ワーキングエレクトロールで引火される有効な電位は設定電位から。 IRU だけ差し引いたものである。で実際にあのかかる電源はこれだけ差し引かれているということなんで。でこの IRU というのはあの溶液抵抗だけじゃなくて電流も効いているということになりますよね。ですからできるだけ電流値としては 少なないい方が有利であるるととうことになるわけですその辺のことを、えー、あの後からスライドで示しますが未、えー、保証溶液抵,抵抗 RU を部分的に軽減する方法として通常ポジティブフィードバックというやり方が行われるわけですが、えー これはまあ,あの本来の自動制御ではないと、えー、そういうようなことで、えーえー、ばあの万全なやり方ではないんですよね。で、えー、溶液抵抗を何らかの方法であらかじめ測っておき これは普通のポテンシャルスタッドではそういうふうな機能があるわけです。養育抵抗を測るというでそのまあ,あの非常に精度が高いかというと必ずしもそうは言えないんで、えー、まあ,かあの十分とは言えないということですよね。でその測った溶液抵抗のうちの。 えー、x パーセントを電流値としての、えー、これと電流値との積、えー、つまりその電圧降下分だけを設定電位を上乗せしてインカせるという仕組みにしてある。例えば、えー、x を100パーセントにする。こういうようなことは ポテンシャルスタットが不安定になる発信をするということなんですがそういうようなことで例えば80%以下に抑えるというふうなことが進められるわけです。で溶液抵抗を非常に精度をよく測るにはインピーダンス測定なんかをやってやるのがいいんですが。 え普通はポテンシャルスタットに備わっている抵抗測定をやってそれに80%ぐらいの係数をかけてこれは自分でポジティブフィールドバックを選んでやってそういうふうなことを設定することができるようになっています。そういうよういよなこことで部分的にはこの 妙小溶液抵抗を保証することができるということになっていでこれはあの電流値の影響を見たものですがえ濃度1ミリモルですから普通のまあかつ測定する時の濃度ですよね。でえそれぞれ妙小溶液抵抗が20オーム500オーム した例えでこのように20オームぐらいだとそのピーク電位幅っていうのは小さいんですがそれが500オームぐらいになると非常に大きくなるというふうなことに注意しなきゃいけない。でこの500オームというのは雪ひつようばい系の ではこれくらいの値になっても全く不思議ではないもっと大きくなる場合があるということですからこの辺のことは非常に注意しなければいけないということになります。で電流値の値を小さくしてやるために濃度を例えばこれから10分の1にしてやるとそうするとこれは このようにほとんど予約抵抗が増えても影響はほとんどわからないというくらいに減らすことはできるということですですからこの辺のことは濃度を小さくするとかあるいはポジティブウィードバックを注意して使うというふうなことが必要になってくるわけです それから、えー、えー、三相電極についてというようなことで、えー。ポテンシャルスタッドには、あの普通三相電極をつなぐ端子があるわけです。で、ええ、白金線を使ってもよいんですが。えー、要するに、あの白金線でもよいという意味は。えー、溶液と、電気的な。 つながりができることがポテンシャルスタッドを使う上で必要なわけです。で発揮線で,いでも良いというのはそうなんですが安定な電位測定のためには必ずしも使えるというふうなものではないかもしれない。 に銀塩化金電極や観光電極などを使うということですよねですから通常はこういうふうな本来の意味での三小電極を使うとで、これらの電極っていうのは基本的には密系であると内部液が水、えー、を使っているわけですねですから被水系で使うときには露、えー、銀管を間に挟むと いうふうなことが必要であるということになりますで、えー、こういうふうな場合に問題になるのがあ液管電位の発生というふうなことなんです、えー、一般的にはま火、あ、水系で、えー、銀か銀イオンを自然回出と、えー、一緒に、えー アセトニトリのような有機溶媒に入れたものなどを使うということになるわけですがこれでも必ずしも安定性再現性ということでは十分ではないということになります。でそのために普通はフェロセンなどを内部標準として使うということが進められるわけですで。これは、えー その本来の目的とする測定の後にフェロセンを追加して CV を取るとかあるいは別個余育形をその目的の形と同じ状態にしてフェロソンを使,い使って電位を測っておくとそういうようなことで測ることができるということです。ですからこういうよういよな あのその外部に発表するとかあるいは文献値との比較を信頼を受けるやり方にするためにはこういうふうなフェロセンの内部標準を使うというふうなことがぜひとも進められるということです。で、えー 電位操縦速度によって CV のパターンが大きく変わるということはこの話でここの話でしたわけですが思いいい切ってて速度を大幅に変えてみると良いとということですでこういうようなことで CV に大きな影響を及ぼす電子移動速度とか拡散速度 速度溶液抵抗溶液内反応そういうふうなものに対する情報送合速度依存性から情報を得ることができるというふうなことなわけです。それと今日の話の次第だった CV の理解を深めるのには。 電極金部の濃度分布をイメージできるというふうなことが大いに役に立つだろうというふうなことが言えるわけです。でこういうふうなことのためには、えー、あの市販のえー、えー シミュレーションのソフトがありますんでそういうふうなもので使ってシミュレートをやってみるこれは実,用実際的な有用性もあるんですがそれ以外には教育的に非常にこういうふうな濃度分布を理解するのに非常に役に立つというふうなことが言えるというふうに思います。 えー、以上です。